今日はミンジの誕生日なんです。誕生日の日なんですけど、まずペンライト、あれじゃない、カラットボンのトレカ付きのものが今日販売なんですよ。で、まあちょっと買うか悩んでたんで予約はしてないんですけど、まあせっかくのミンギュちゃんの誕生日ということだし、まあ買うかってことで、まあお店に HMV に行きたいと思います。今からで午後はまあ家帰ってきて、ミンギュの日なので、まあお誕生日おめでとうの会をしたいと思います。正規今年はノンが夕方まで用があって家にないので、夕方作ろうと思います。まあ、でもその下準備があるのでそれをしなきゃいけないんですけど、まあそれはおいおい。ポロポロに星のスパイダーのグッズ販売、え、やば、すげえ本気度が違うわ。眉毛描くの髪描きすぎる。よ、あもうバノンちゃん。この歌よりマシな気がする。映してしまったわ。自分が。できてなかった。まあいけるべ。いけるべ。このまま放置ということで。本題でしょこれ。ね、美味しそうじゃない普通に。美味しそう。そのまま食べたい。きたね。ちょっとお高い。そうそうそう。高くすぎない。じゃあだったらちょっと出してさ、いいよね。いいかな。なんか正解は、え、このビニールの間に突っ込む。ほら、ほら、はいね。てんのか。ここ結構押さえると、うん、おほほ、やだー
するやつやんこれ。で考えてみ、うちが春コンで福岡でやっと桜咲いてたんだよ。うん、確かに。春コンの時何月？四月の。四月で、うちあんなもこもこしてたんだ。うん、そうだよ。うちだってコート着てたし。暑いじゃん。やだやだ。やっと例年並みになったんだよ。バース、ハサミとこ。バースでやる。こういう感じになる。すみません、ね。で真ん中あって。あ、ほ。あとでそのワゴン。クリームの方入れよ。平らにした方がやっぱいいかな。じゃあこのマスカラ。じゃあ、でもどっちみち平らにするってこうやってね。こっちどうしようかな。全部1に戻ったっていうのが、うん、お昼ぐらいに一気に拡散されて、うん、みんなショックじゃん、うん、それでさ、あの一番上の人、うん、何百人しか入れない人たちも消えた、うん、ちょっと怖いですみたいな、なんか山盛り、なんかこんな山盛りになっちゃったの。カス、昆布茶じゃないや、ほうじ茶、ほうじ茶の葉っぱがいる。人魚の赤ちゃん時代、赤ちゃんとかね、子供時代めっちゃ可愛い人魚なんだけど、なんでこんな人魚なの。人魚だー、ほらもう子供の時から右耳がちっちゃい、可愛い、ほらこっちめっちゃちっちゃくない耳、ほら子供の時の方が分かりやすい。じゃあこの右耳が大好きなのか。待って、民牛にするか民牛にするか迷う。牛だな。まっすぐにしかなんない。うん、だって結構クッキーはフォークまでぶさせるっしょ。だからクープスいつの間にか統括リーダーになってんだね、名前が。ウィバスの。違くね。あ、いいじゃん、かわいい、いいじゃん。クリームが盛り上がってきたけど。本当だ。ベトベトなんだけど。ペーシュ、やっていい？後ろにある。いいよ、それで。よいしょ。あ、こんばんは。何も来たの？今3人、あ、4人いる。4人来てくれてる。感情の波に飲まれてんだ、みんな絶対。
よくわかんないわ。早く。はい、いいよ。ハッピーバースでしょ。もう始まっちゃったから。よいしょ。こうかな。なんか、パが痛かった今。自分の誕生日よりも楽しいからさ。うん。せーの、せーじゅうかはみだ、せーじゅうかはみだ、さらぬみゆえ、せーじゅうかはみだ、せーの。